いやー、ますます女性が活躍する時代になったな。どうしたん？急に改まって。群馬県で大きな変化が起こったのですよ。変化？まさか？お、感づいてますかな？ついにピヨンって出たところが栃木に移る？なんでだよ、移るか。あら、残念。県庁所在地前橋市に女性の市長が誕生したのだ。おお、すごいじゃん。前橋では初の女性市長なわけだ。今でも全国的に少ないもんな。群馬県内の歴代女性市長は4人目なんだってさ。あら、思ったより少ないんですな。1986年の旧みなかみ町、2014年の安中市、2023年の新東村、そして前橋だ。ここ最近で増えてきてる感じですな。ちなみに新しい前橋市長は県内最年少市長。それもすごい。全国の県庁所在地で見ると現職の女性市長は3人目。これまた少ないのね。もちろん北関東では初なのだ。これから増えていくかもしれませんな。今後もいろんな分野で女性が活躍してくれるはず。楽しみですな。そしてそこの団体や企業の方、ぜひ女性活躍応援団に入ってちょうだい。そんなのあるの？もちろん栃木もあります。うわ、知らなかった。